これより令和6年度動物取扱責任者研修会を開催します。本編に入る前に、まずは福岡市の犬猫収容措置状況について説明させていただきます。こちらは令和5年度の犬に関する収容措置状況です。この図はどのような形で収容され、収容後どのようになっているのか、入り口と出口を表しています。入り口については、飼い犬9頭、飼い主不明62頭、内訳引き取り55頭、捕獲7頭の合わせて71頭が動物愛護管理センターに収容され、子犬の収容は4頭でした。実際、飼い主不明となっている犬については、現在野犬等がほとんどいない関係上、元来飼い主がいるものだと想定されます。出口については、返還が44頭、譲渡が25頭でした。また、殺処分は5頭で、うち収容後の死亡が2頭、重篤な病気や攻撃性等を理由とした殺処分が3頭でした。飼い主不明で収容された62頭のうち、44頭が返還に至っているため、返還率としては約70%です。一方で、飼い主不明の18頭、および飼い主より引き取りを求められた9頭の合計27頭は、飼い主より飼育放棄された結果とも言えます。引き続き、一掃防止や所有者明示と合わせて、遺棄や終生飼育について啓発を行っていく必要があります。次は令和5年度の猫に関する収容措置状況です。図は先ほどと同じように表していますが、大きく違う点は、猫については捕獲ということをしておりません。犬は狂犬病予防法の関係上、放浪していた場合捕獲しないといけないですが、猫については規定がありません。入り口については、飼い猫71頭、うち子猫1頭、飼い主不明227頭、うち子猫178頭の合わせて298頭、うち子猫179頭が動物愛護管理センターに収容されました。また、飼い主不明の内訳は、引き取り186頭、うち子猫162頭、負傷41頭、うち子猫16頭でした。飼い猫の引き取りの背景としては、多頭飼育崩壊が一つの要因となっています。飼い主不明については、約80%が子猫であり、基本的には野良猫が産んで間もない子猫が収容されている現状です。出口については、返還が9頭、うち子猫3頭、譲渡が127頭、うち子猫88頭でした。また、殺処分は168頭、うち子猫97頭でした。飼い主不明で収容された227頭のうち、返還に至った猫は9頭のみで、返還率としてはわずか約4%です。福岡市としても可能な限り譲渡に努めていますが、収容された298頭のうち168頭が殺処分になり、殺処分率としては約56%です。殺処分の内訳としては、死亡が39頭、うち子猫14頭、重篤な病気等を理由とした殺処分が129頭、うち子猫83頭、実質的殺処分が0頭でした。ちなみに、実質的殺処分とは、収容期限を過ぎたことや収容スペースがないことを理由とした殺処分のことです。重篤な病気等を理由とした殺処分については、栄養失調や重篤な感染症に罹患しているケースがほとんどです。猫については、野良猫が産んだ子猫の収容や多頭飼育崩壊による収容が多く課題となっています。まとめです。犬猫の販売業を生業とする動物取扱業者の皆様におかれましても、飼おうとする飼い主に対し、
原則修正資料であることは改めてご説明いただくようお願いします。また多頭飼育崩壊を防ぐためにも、多頭で飼育しようとしている飼い主に対しては不妊去勢手術の重要性を合わせてご説明していただくようお願いします。次に、以前からある制度を2つほど改めてご案内させていただきます。1つ目は譲渡サポート店制度についてです。センターの譲渡犬猫をペットホテルなどの施設で預かっていただき、犬猫の出会いの場として譲渡のサポートをしていただく制度です。令和5年度の猫の収容頭数は犬の4倍以上であることからも、主に猫の譲渡のご協力をお願いしています。制度にご協力いただける動物取扱業者様はホームページずっと一緒 .com で紹介も行っています。主な認定基準は福岡市内の動物取扱業であり、犬または猫の使用施設を有すること、またセンターの譲渡犬猫を施設で預かって飼育し飼い主探しをすることとなっています。現在16店舗の登録があり、昨年度は7頭の猫を預かっていただき譲渡していただいております。2つ目は犬猫パートナーシップ店制度についてです。ペットショップで購入するだけでなく、動物愛護管理センターの譲渡犬猫も選択肢の一つであることを市民に啓発することや、適正飼育の推進をしていただく制度です。先ほど同様に、こちらも制度にご協力いただける動物取扱業者様は、ホームページずっと一緒 .com で紹介を行っています。主な認定基準は、福岡市内の第一種動物取扱業であり、犬猫販売業の登録施設を有すること。また、飼い主へ販売時、1、飼育可能な住宅に居住していること、2、修正飼育すること、3、万一飼えなくなった際は、必ず新たな飼い主を探すことを制約させた上で販売をすることとなっています。続いて、研修の本編に入ります。今回の主な研修内容は次の通りです。まず、1、従業員の因数についてからご説明いたします。ここでは、犬、猫を取り扱う第一種動物取扱業の方にお話を進めてまいります。令和6年5月末で第一種動物取扱業の従業員の因数規制の経過措置が終了し、6月1日から完全施行となりました。職員1人当たりの使用保管頭数の上限は、1頭当たりの使用保管に要する平均的な作業時間から職員1人当たりが管理できる頭数を算出し、これをもとに犬については20頭、うち繁殖犬は15頭、猫については30頭、うち繁殖猫は25頭となりました。上限を超えないように注意してください。繁殖犬猫にはオス、メスともに含まれます。この頭数には親と同居する子犬、子猫の頭数は含まれません。子犬、子猫は親と話した時点で1人当たりの使用保管頭数に計上することになります。また繁殖を引退した犬、猫も含まれません。詳しくは環境省の動物取扱業における犬猫の使用管理基準の解釈と運用指針、守るべき基準のポイントに記載されておりますので、3、基準の解説、2、動物の使用または他に従事する従業員の因数に関する事項、20から27ページをご確認ください。なお、環境省の動物取扱業における犬猫の使用管理基準の解釈と運用指針、守るべき基準のポイントは、福岡市動物愛護管理センターのホームページ、ワンニャンヨカネットの動物取扱業について、4、遵守事項についてからご確認いただけます。次に、発臭例規制についてです。こちらも犬猫の繁殖を行う販売業者の方が対象となります。
犬猫は出生後56日齢を経過するまで親兄弟と一緒に過ごさないといけません。2019年の動物愛護法改正により、出生後49日齢が56日齢に引き上げられました。2019年の改正から2年間の経過期間を経て、2021年6月1日から施行となりました。ただし、日本犬6種を専門に繁殖する業者が直接一般の飼い主に販売する場合は、文化財保護法により生後49日齢を経過すれば良いとされています。次に、台帳の記録と保管について説明します。調整する必要がある台帳は、業種および使用施設の有無によって異なります。こちらの表を参考に作成する台帳を確認してください。台帳は紙として調整・保存する方法と、電磁的記録、パソコンの Excel 等を使用して調整・保存する方法があります。これらの台帳は、5年ごとの登録更新時の立ち入り検査の際や、定期立ち入りの際に確認しますので、大切に保管してください。なお、パソコンで台帳を調整・保存する場合、立ち入り検査の際に紙に印刷する必要はありませんが、必要な部分のみパソコンのデータを確認させていただきますので、ご了承ください。また、何らかの理由でデータが消えてしまったときに備えて、ハードディスク等へのバックアップをお勧めします。例として、犬猫の繁殖を行う販売業者が調整する必要がある台帳は、個体ごとの管理台帳、繁殖実施状況記録台帳、診断書、出生証明書、使用施設および動物の点検状況記録台帳、取引状況記録台帳の6種類です。第1種動物取扱業の各種台帳の様式は、ワンニャンヨカネットからダウンロードできます。動物取扱業についての丸7様式集をご確認ください。これからそれぞれの台帳の記入方法について説明します。こちらの様式は個体ごとの管理台帳です。個体ごとの管理台帳は、販売業のほか、貸出業、展示業、譲受け使用業も調整してください。犬、猫の場合は個体ごとに、その他哺乳類、鳥類、爬虫類は種類ごとに調整が必要です。今回は犬を例にして表面から説明します。左が記入様式、右が記入例です。子犬が生まれたり、繁殖犬を導入した場合は、1頭につき1枚、個体ごとの管理台帳を調整してください。その際、所有開始日と使用取得の欄に記入してください。犬を販売したり、繁殖犬を引退させてペットとしたり、無償で譲渡したりする場合は、販売または引き渡し欄に記入します。使用中に犬が死亡した場合は、死亡欄に死亡日と死亡原因を記入してください。裏面は右の記載例のように、使用開始日や健康診断の受診履歴および診断結果、混合ワクチン接種日およびワクチンの種類、狂犬病ワクチン接種日等を時系列で記入してください。次に、繁殖実施状況記録台帳についてです。繁殖台帳は、交配を行った際に、交配日、メスおよびオスの名称、もしくは個体識別番号、出産産卵予定日を記入してください。出産したら、出産産卵年月日、出産産卵数、出産産卵後のメスの状態、新生児卵の状態、メスの交配時の年齢、メスの生涯出産回数、今後繁殖のように供する可能性を記入してください。繁殖に要することをやめた場合は、その年月日を記入してください。繁殖台帳は、交配しても
妊娠に至らなかった場合も記録するようにしてください。また、新生児が健康な状態ではなく、疾病や脂肪等が見られる場合、当該メスオスの組み合わせは今後行わないようにしてください。なお、繁殖実施記録台帳は、メス犬1頭ごとに1枚作成すると、繁殖記録がしやすくなります。次に診断書です。1年以上継続して使用している犬猫は、オス、メスともに獣医師による健康診断が必要となります。獣医師が必要なチェック項目と、今後の繁殖の可否について健康診断を実施し、記録します。特にオスは繁殖の年齢制限や回数制限がありませんので、この診断結果に従って今後の繁殖の可否を判断してください。なお、オス、メスともに獣医師が今後の繁殖の可否について否と判断した際は、繁殖回数、年齢ともに上限に達していなくても、今後繁殖に使用することはできません。次に出生証明書です。出生証明書は、犬猫が帝王切開で出産した場合に、診断書とは別に必要となります。診断項目は、主に以下の4項目です。帝王切開を行った獣医師、もしくは動物病院の情報、親犬猫の個体情報と健康状態、生まれた子犬、子猫の個体情報と健康状態、親犬猫の今後の繁殖の可否について。なお、帝王切開は必ず獣医師が行うようにしてください。次に、使用施設及び動物の点検状況記録台帳です。この台帳は使用施設を有するすべての業種が対象です。使用施設の清掃、消毒、保守点検と動物の数、及び動物の状態について1日1回以上点検を実施し記録してください。もし動物の数や状態が異常ありに該当した場合は備考欄に詳細を記入してください。なお、保管業、訓練業など動物を所有していない業種の方はトリミング、ホテル、訓練などで動物を取り扱った際に記録してください。このように様式を作り変えて記録することも可能です。この様式は1ヶ月分を1枚で記録するものです。なお、様式を作り変える際は必要な項目に漏れがないよう注意してください。次に取引状況記録台帳です。この台帳は販売業、貸し出し業、展示業、譲り受け使用業など個体ごとの管理台帳を調整する場合は省略することができます。保管業、訓練業ではカルテに該当するものです。使用施設の有無にかかわらず調整してください。トリミング、ホテル、訓練等を実施した際に記入してください。取引の相手方の登録番号は、相手方が第一動物取扱業者の場合は記入してください。相手方の関係法令遵守の状況は、動物の愛護及び管理に関する法律や、狂犬病予防法といった法令を遵守しているか確認し、遵守している相手方とのみ取引を行うようお願いします。相手が業者の場合は、動物取扱業の登録を行っているかどうか、相手が個人の場合は、年に1回の狂犬病予防接種を行っているかどうかなどが該当します。他に、動物販売業者等定期報告届出書があります。毎年4月1日から5月30日までに、前年度の犬、猫、その他哺乳類、鳥類、爬虫類の月ごとの数の動態を記録して提出するものです。定期報告届出書は、販売業のほかに、貸し出し業、展示業、譲り受け使用業についても提出が必要です。今年度分の提出はお済みでしょうか。もし提出がお済みでなければ、速やかにご提出ください。
次に重要事項の説明についてです。動物を販売する際は2つの手順を遵守してください。まず事業所で動物を購入者に見せる現物確認を行います。次に書面もしくは電磁的記録を用いて18項目について対面説明を行います。説明項目に漏れがないよう十分注意してください。その上で動物を販売します。その際購入者から署名もしくは押印等をもらい5年間保存してください。なお販売の相手方が第一種動物取扱業者である場合、その動物の特徴等について説明をすることで売買可能です。説明する必要のある18項目については、立ち入り検査時にお渡ししている書類、動物取扱業の遵守事項の3ページもしくは環境省のホームページにてご確認ください。次にマイクロチップ情報の登録と変更登録についてです。子犬・子猫が生まれたら91日例もしくは販売までにマイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関に情報登録を行ってください。環境大臣指定登録機関に情報登録すると、登録証明書が発行されます。登録証明書は、購入者が変更登録をする際に必要な情報が記載されていますので、必ず購入者に提供してください。また、購入者にマイクロチップ情報の変更登録についても説明をしてください。犬猫を販売する際は、マイクロチップの挿入と情報の登録が義務付けられています。マイクロチップを挿入した際は、必ず情報登録を行ってください。犬猫を販売、もしくは譲渡したりする際は、必ず相手方に登録証明書を提供してください。購入者もしくは新しい所有者は、登録証明書に記載されたマイクロチップ番号及び暗証番号を確認の上、マイクロチップ情報の変更登録を行わなければなりません。第一種動物取扱業者の皆様は、変更登録について説明し、実施を促してください。新しい所有者が変更登録を行ったら、新たに登録証明書が発行されます。その際に暗証番号は変更されます。登録証明書は、所有者の引っ越しの際の住所変更など、マイクロチップ登録情報の変更に必要となりますので、大切に保管するように説明してください。繁殖犬を導入した際なども、マイクロチップ登録情報を購入元から新しい所有者へ変更してください。次に、犬の狂犬病予防注射についてです。狂犬病予防法第5条により、生後90日齢を超えた犬は、年に1回の狂犬病予防接種及び狂犬病予防注射済み表の交付・装着が義務付けられています。必ず年に1回、狂犬病予防注射を接種するようにしてください。また、動物取扱業者の皆様におかれましては、取引の際にこの法令遵守の確認を行うようにしてください。次に、業務停止及び取り消し事例の紹介です。第一種動物取扱業の結核事項は、ご覧の様式、動物愛護管理法第12条第1項第1号から、第7号の2までに該当しないことを示す書類の事項に記載されています。これらの事項に該当する場合は、業務停止や登録取り消し処分の対象となりますのでご注意ください。今回は、破産手続き開始の決定を受けて、復権を得ないものに該当した事例を紹介したいと思います。第1種動物取扱業の登録申請者である法人が破産し、破産管財人である弁護士から廃業届が提出されました。それにより、動物愛護管理法
第12条第1項第2号による登録拒否要件に該当することが判明した事例です。最後に福岡県から通知がありましたのでお知らせいたします。ムマスイカでの歯石取りについてです。一般にムマスイカの飼育動物に対する歯石除去は出血や疼痛等の衛生上の危害を生ずる恐れがあるため、獣医師の獣医学的判断及び技術が必要な診療行為に該当します。獣医師以外の方が当該行為を行った場合、獣医師法第17条に抵触する恐れがあります。つきましては獣医師以外の方が当該行為を行わないようにしてください。歯石除去のほかにも帝王切開や投薬、ワクチンの接種など獣医師法における診療行為に該当するものについては獣医師の方以外は実施しないよう注意してください。ご清聴ありがとうございました。ご無沙汰しています。農材理沢島です。今日は皆様の貴重なお時間を10分程度いただいて、福岡市実証実験フルサポート事業3年目になります。進捗の共有と合わせて、後半にですね、皆さんに改めてご協力いただきたいことをお話ししますので、もし途中で協力してもいいよと思われる方は、スマホでこの右下の LINE の QR コードを読み取っていただくと、LINE に登録ができます。そこからノーズ ID でお知らせですとか、ご協力いただきたいことを発信していきますので、ぜひ途中でも協力いただける方はスキャンをお願いします。はじめに、実証実験フルサポート事業の結果報告からです。皆さんに本当にご協力をいただいて、やっとですね、ダイジェスト版です。ダウンロード数 2.6 万人、ご協力店舗数が380店舗になりました。集まった微問の画像をですね、AI 学習に使ってカメラの改良ができたりですとか、大学との共同研究も始まりました。あとは100万人を目指してっていうところで、プレミアム会員もスタートしています。ノーズ ID が初めましての方もいらっしゃると思うので、簡単に概要をお話しさせてください。犬の鼻には人間の指紋と同じように一頭一頭異なる鼻の紋、鼻紋というものが存在していて、これをスマホでスキャンすることで、顔認証、指紋認証のように個体を識別することができます。私たちはアプリを運営してるんですけれども、アプリ上で犬情報と鼻を登録することで、いつでもどこでもこの子の鼻をスキャンするだけで情報がわかるようになります。よくご質問いただくんですが、個人情報は非開示です。私たちを通して連絡ができるようになっています。会社についてですが、私たちは2021年に創業していまして、現在、メンバーもどんどん増えてきて、で、去年ですね、特許を取ることができました。福岡市の実証実験フルサポート事業に採択いただいてから、他にもですね、ネスレさんだったりとか、東京都、あとスタートアップで会社としても評価をいただけるようになってきました。で、そもそもこれを開発した経緯って何なのっていうのをよく聞かれるんですが、共同創業者のエピソードにあります。愛犬と一緒にお昼寝をしている日に急に火災報知器が鳴って、慌てて愛犬とスマホだけ持って飛び出しました。もう愛犬もパニック状態だったので、いつ自分の手を離れて出て行ってしまうかわからないという状態になっています。その時に、まあ、一度離れてしまうと、もうこの子は離せないので、すごいこう恐怖を覚えたっていう体験があって、どうにかこう繋がっていられるものとして、鼻紋で認証して、この子がどの状態なのか、どこの子なのかがすぐに分かると安心だなと思って、鼻紋認証の開発に至りました。合わせて、この子は心臓病を患っているので、毎日薬を飲まないといけなかったんですね。もしこの子を見つけた人が、この子の状況も分かって世話をしてくれたらどれだけ安心だろう。そういう思いから、鼻紋認証をアプリに組み込んで情報を共有できるようにするという構想を思いつきました。今ですね、日本には700万頭
少しですね、ワンちゃんがいるんですが、災害時、飼い主さんの元に戻れたワンちゃんって10%ちょっとしかいません。あとは迷子もまだまだ後を絶ちません。私たちのアプリを使っていただくことで、こういうことがなくなっていくんではないかなというふうに思ってます。記憶に新しいですが、年初にあった能登半島の地震、お知り合いの方が救助とかにも行かれていたんですが、現場はもうごった返していて、とりあえずワンちゃんを保護したら、すぐにワクチン接種をします。アレルギーの子もいたりするので、こう鼻をスキャンして、この子がワクチン接種をしているのかしていないのか、アレルギーは大丈夫か、このあたりが分かるとものすごくいいよねというふうにフィードバックをいただいています。合わせて、現場でマイクロチップのスキャナーがないところもあるので、スマホで見つけた人がその場で、この子を誰か特定してっていうふうにできるとすごく安心だよねっていうところで、全国にこのアプリを広げていきたいなというふうに思っています。私たちが目指すのは、鼻紋に紐づいて、あらゆるワンちゃん情報を登録しておくことです。で、こうすることで、もしもこの子と離れ離れになったとき、急病のときもそうですね、この子のアレルギー、病気、お薬、性格、いろんなことが分かるようになります。ペットと安心して暮らせる街づくりというのを目指してます。2022年から福岡市で実証実験をさせていただいてます。福岡市では、愛護センターで全件、ノーズ ID でスキャンをしてもらっています。飼い主がアプリに登録をして、もし何かあったときには、地域に迷子になりましたというお知らせができたりですとか、あとは発見者が鼻をスキャンしてくれるっていうところで安心して使っていただけるかなというふうに思ってます。で、実は迷子のサポートだけではなくて、接種証明書だったりとか検査結果、この紙がですね、たくさん出てくると思うんですけど、これを一元管理できるというのも飼い主さんから嬉しいおし、お、そうですね、嬉しい言葉としていただいています。で、現在これを380店舗の方々に使っていただいているので、多くの施設でご利用いただけるようになってます。この取り組みをですね、あらゆるメディアに取り上げていただきまして、また福岡市では、お会計の時とかですね、案内ができるタイミングでノーズ ID を広めていっていただいてます。本当にたくさんの方にご協力いただいてありがとうございます。まあ、これは一部の、方々なんですけれども、300店舗、400店近くの方々にご協力をいただいてます。もう一つ大きな取り組みとして、今年はですね、狂犬病ワクチンのハガキに、これだけデカデカとノーズ ID のお知らせを入れていただきました。福岡市様に感謝ですね。これが6万人の方に配られていて、その後、病院でもポスターを貼っていただいています。で、こうすることで、たくさんの方にご利用いただけるんではないかなと思って、今回特別にさせていただいた内容になります。結果、2.6万人の方にダウンロードをいただくことができました。鼻紋のですね、お写真もいっぱい集まったので、これをもとにさらに鼻紋認証の精度を上げに行きました。カメラもですね、自動撮影ですとか、動く鼻もブレずに撮影しやすくなっているので、ぜひ、久々にお話聞いたよという方は、アップデートして試していただきたいなと思います。今後の取り組みです。九州工業大学様と一緒に共同研究が始まりました。鼻紋認証の精度をさらに上げると合わせて、認証のスピードをですね、1回あたり3秒以内でさっと認証ができるようにというのは、2025年の目標になります。合わせて、新しい取り組みとして、生まれたらすぐノーズ ID に登録するという取り組みをペットショップ様、ブリーダー様、保護団体様と一緒にスタートしました。事前にですね、今こう飼育しているワンちゃんを全部鼻登録していただいて、飼い主様が決まったタイミングで、その情報を鼻ごとアプリで移行するというような取り組みになります。年間3300円を飼い主様にお支払いいただいて、毎年毎年安心材料としてお支払いいただくような仕組みになっていて、一応ですね、機能付き迷子札ということで、その子のお名前と QR が付いた迷子札をプレゼントさせてもらってます。これ読み取ると、
の在 D に登録している情報が見れるので、常にリードにつけておいていただきたいなというものになります。合わせて、ペットショップ様では、ワンちゃんを購入される際に安心できる材料として、ノーズ ID サポートセットというものをリリースしました。これはどこでも卸ができるような状態になっているので、ご協力いただける方はノーズ ID と一緒に活用いただければなと思います。GPS だったりとか、あとエマージェンシーカード、飼い主様が何かこう倒れられたりした時にも、お財布に入れておくだけで、うちに犬がいるっていうことが分かったり、そこにも QR がついているので、この子の情報が分かって安心ですっていうような、安心パックになってます。皆様にご協力いただきたいこととしては、目指せ100万頭ということで、福岡から全国にこのノーズ ID の取り組みを広げていきたいというふうに思ってます。ペットショップ様、ブリーダー様、保護団体様に関しては、先ほどお話をしましたノーズ ID の登録とかご紹介っていうのをぜひお願いしたいなと思っていまして、ご協力いただける方は、LINE ご登録いただければなと思います。また、チラシもですね、まだまだありますので、ご協力いただける方は、登録いただけると嬉しいです。この公式 LINE では、ノーズ ID の活動情報だったりとか、アップデートのお知らせ、チラシとか、ステッカーの取り寄せですね。で、合わせて、今回の新しい取り組みである、ノーズ ID の登録、生まれてすぐ登録するっていうところだったり、販売グッズみたいなところもご案内できますので、ご協力いただける方はぜひよろしくお願いします。福岡から全国で全ワンちゃんが登録されるようなものにしていきたいと思っています。ご協力よろしくお願いします。ありがとうございました。この後、アンケートページへアクセスし、アンケートへの回答をお願いします。アンケートページの URL は、画面下方の二次元コードを読み取り、回答をお願いします。なお、このアンケートへの回答をもって、研修会の受講確認とさせていただきます。アンケートへの回答がない場合は、令和6年度研修会は未受講となりますので、ご注意ください。また、アンケートへの回答期限は令和6年12月8日までです。期限内に必ずご回答いただきますようお願いします。